はい、どうも皆様こんばんは。ごきげんよう、ライデンです。マルチニューライフ4やっていくんですが、ちょっとですね、あのパートは撮り終わった後、動画を止めた時に、ゲームがフリーズしまって、すぐ現状復帰はしたんですけど、もしかしたら、全く同じようにはなってないかもしれません。ちょっと、なんか、よくわからないことが起こって、ウィンドウを強制終了したので、セーブがなくなってしまったので、一応、あ、そうだ、で、1個、強化解放で、コールトラの、マザイ錬成術を解放しておきました。使おうか。50回とかやらなきゃいけないって書いてあったよね。レバーマザー持っとくか。レバーマザー1個しか作れないけど。よし。あ、ジャスミンマザー、あ、ジャスミンマザー作ろう。青マザーと赤マザーで作れるんだって。ジャスミンマザーは便利だからね。何かあってもいいよ。攻撃用のマザー。インフル効果、めっちゃ虫。ほー。まあいいや。あんまりちょっと。待って、売却とかあるんだけど。あ、できないのか。まあ、そんなこんなで、一応大体は、前の通りになってるはずなので、大丈夫と思いたい。ちょっと申し訳ありません。ちょっとおかしなとこあったらまた、気づいたら 訂正を入れます。すみません、本当に。では、続けてやっていきましょう。動かんかった、今。ちょっと今多分あれだな。同時進行でホラリやってるのが原因だな。よかったらね、同時進行でホラーゲームやってるんで、ね、全然、ね、こういうの平気な、ね、ライディング見たかったら見てください。ゴー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 。シュ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 。うわぁ、めっちゃうっとうしい気になってきたな。あ、ガトリングやっぱり全然出番がないわ。なかなかもう味方も強いので。どちくしゅランチャーめっちゃペットに入るな、この。敏捷性、マイナス5っつうのがなかったら全然使うんだけどな。ちょっとやっぱり攻撃時のスピードっつうのは大事なんで。あ、そっか。帰り？そっか。行きとこでまだ難易度変わってるんだ。あ、やらかした。で、やらかしてまーす。あ、いけたか、今の。今のいけたな。こうか。はい。で、ここが空いたんだよね。どうしようかな。行こうかな。行かまっかな。行こうかな。大賢者の間。伝説の四賢者、一に右腕の意味である。あ、ちょ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 。右腕の賢者、地に眠る、踏んできよ、ここに。ねえ、読まなきゃダメ、これ。ねえ、左腕の意味である。左腕の賢者、永遠の。聖本か、ちょっとこれ読み方ご存知の方教えてください。僕は本当に漢字も苦手なので。右指の賢者、反逆の狂乱をここに沈める。収めるか。左指の前指あり、左指の賢者、無名の混沌をここに灯す。幾幕しもの毎度の歴史、しも？幾幕、幾星しも？ちょっと、これも読み方わかるけど、前も出てたんですけど、ちょっと読み方わかんないんで教えてください。永遠に刻まれんこと。
1が右、2が左、3が左、4が右ですね。多分前のパートかな、前の前のパートかな、で、右か左かよくわからんなーっていうようなことを言っとったと思うんですが、あそこですね、おそらく。右、左、左、右だったよな。ミス。強ない？あぶな。あ、これバチリンじゃね？あ、そうだ、なんかこれ、あ、これこの、この、ボタンで変えられますよっていうのを教えてもらって、久しぶりに使った気がする。シグキン以外の MP もちょっと心苦しいな。心苦しいじゃない、心もとないな。別に心苦しさは、このゲームにのでの特定のネタが出てきた時だけだ。よし、じゃあ行こうか。まず4チェンジ入れて、これ、あ、これ育成、これ苦しいか、ちょっと今調べますね。いくら星霧じゃないな、霜か。育成層、多く苦労や努力を重ねた結果としての長い年月、育年月と一緒か、育成層だって。最初明治、おい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 、一歩を踏み出せないじゃないか。普通殴ってくるんだが。いいね。お、清明祭。そういうんか。いきます。まず右。ここさ、違う生き方したらいけるみたいなのありそうだよね。なんか、次が左か。次も左ですね。ノーヒントは難しいぞ、これ。左。いけたろ。なんか違うところに出るギミックありそう。全回復があるっちゅうことは、この後はあれかな、お楽しみタイムかな。セーブがある、嫌な予感です。わかって、こんな武器持ってんのかい。ミニゲーム、即死のあるミニゲームか何かだね。下の子。こここれが例の物か。これが賢者モードの石。ああ、こいつは一種の魔石でな。この石の周辺のあらゆるエネルギーを沈静化させる効果がある。たとえそれが人の勢力だとしてもな。確かになんかやる気がいまいち出ないバッチ。この状態で戦闘させられるってこと。ああ、近づけば近づくほどなんだか生きるのがめんどくさくなってきた。俺あまり近づくなよ。この石でも魔力は強大だからな。氷たら、俺が取ってくるからお前らここで待ってろ。なるほどな。道理でこの町に来てから毎度する会社が減っ、はあ、こう、さーっとこう、字面だけ読むのダメですね。そういうことだったのか。よし、ない。なんだそれ。
全然戻らないし、専用のエネルギー遮断装置だ。オサールに頼むと口で作ってもらった。オサールさん無敵かよ。あいつなんで落ちるのか。なんで壊れたら石に近づいても平気待ちか。俺か？それはな。あ、エクストリーム技。まだ未完成だから、少ししかなかったから分けてやれなかったんだ。てめえも役付けかよ。なんだ、簡単に手に入ったな。よし、総本山に行こうか。ちょっと待ってー。なんか形容しがたい、面ようなものが近づいてきましたというか、なんだこれ、ミイラみたいな。貴様らに我がその石をこの私がもらい受ける。だから誰だって言ってる罰や、会話できない罰かこいついますよね、時々。辛辣だな。だが、まあいいだろう。これだったが5000兆年目、5000兆円欲しい。あの日、貴様らは仕留め損ない、必要以上の情報を漏洩してしまった処罰として元凶を強いられ、待遇も好めないほど粗末なものとなった。そう、もう私に後がないのだ。そこでその石をジェラルディ様に献上し、名誉挽回するのだ。名誉挽回、汚名返上。そう、私は。あ、出た！便器。ああ、便器か。ここで便器来るか。便器なこさん。顔よ。おう。しかもみんな顔の丸が不均一になってるって。反応薄。私たちはさすがに2回目となるとこの石はやらんと。キモ。前にとって若干メンバー変わってっからな。なめるな、貴様ら。貴様らを泣き者にすべく私は。あ、そうか、これあれだな。貴様らを泣き者にすべく私は新たな力を手に入れたのだよ、シグチンくん。新たな力？逃げたぞ。飲み散らしてどっか行っちまったぞ、あいつ、あのバカ。拠点壁なんだね。なんだ？地震か？これが私の新たな力。なんだこれ？水陸空全用戦車ベンバギーだ。おまるじゃん。おまる、詰まるとこおまるじゃん。どこの戦術だ？ かけ。もしや、その戦車も切り身か。察しがいいな。そう、このベンバギーはマンディーコーポレーション幹部。ゴー、キリミ様に特製作ってて、最新兵器なのさ、全然体重変わってない。てか、ウォシュレットついてんじゃん。リモコン出せ、リモコン。最新って言われるには、一昔前の何かを放出させるな。うるさい、うるさい、うるさい。私がデザインしたんだ、最悪じゃねえか。なんで火炙りにされてる罰？待遇が悪化したとか言ってたな。文句はこいつの性能を味わってからだ。電気ってなってたし、今。はい。倒せばいいんだよね。これだけかスキル。いろいろ。どれか。効かんかもな。まあまあいいか。プロテクトにしようかな。次のターンバーサークいこう。あ、だったら、ちょっとまた、次のターンに一斉攻撃をしたいんで、ストレートを一発いっといて、まずプロテクトいこう。あ、でもそうか。どうしよう。バーサーク先に出すか。あー、一ターン目で死ぬことはないから、バーサークかけとった方が確実か。まあ、魔法攻撃か。アタックダウンか。13。よし。いける。いけるかな。アブドライブ、スキル。バイタルだな。笑って前が見えねえ。 全然聞かないじゃん。頭冷やしやがれ。
カウンターか。カウンター体制だから、アイテムでいこう。ああ、全員回復しよう。上出来おにぎりかな。スキル、リロード。スキル。ラブセラピー行こう。スキル。ここでプロテクトだ。いい順番。あったかいなぁ。愛を知る。イエーし。スキル。カウンター解除ね、はて。そしたら、アイテム。赤魔剤使うからなぁ。まあ、一個いっとくか。スキル。ガトリング。スキル、どれ行こう、これとか。あ、もう回復しようと。リンゴジュース、いいね、いいね。これ強いな、結構。スキル、リロード。グラサンフラッシュ効くかな？なんかボスはあんまり関係ないような気がするな。スキル。カツニノさん回復しよう。スキル、プロテクトメルシーン。あー、敵の方がやっぱ神秘性が上なんだな。よし、アイテムで、リバイブマザーで回復させたらいいから、上出来行こうか。スキル、ブラスター、ストライク、レコ、バイタルは取っといて、ソニックメシンか。うわぁ、強えな。二人死んだぞ。強くない？やばかった、レバイマザー大量生産しといて。アイテム、リバイマザイ。なんで？よしよし。アイテム。飯。上で気おにぎり。スキル。リロード。スキル。あれがねえな。MP が足りてるやつ足りてないやつが偏るな、やっぱり。アイテム。まあ使っていくか。だって買えばいいだけの話だからね。待って、スキルがめっちゃ溜まってるわ今見たら。あ、でもスキル使う、APP を使うあれがない。防御、防御じゃない。アイテム何行こう。いい上出来だな。スキルプロテクトした方がいいね。よし。ああ、よかった、回復しといて。危ない、危ない。よしよしよし。スキル。攻撃。スキル。これいく？フラフラフラダンスやめとこう。ちょっとフラフラフラダンスどうしたの、ちょっとなんかここで使うべきではない気がする。スキル、ラブストライク、スキル、
あ、こんなんあんのか。どうしようかな。スキル。M ギフト行く。これとか。8。笑って前が見えねえ。強え、強え。よしよしよし。回復してくれ。頭冷やせよ。これめっちゃかっこいいよね。まだ倒れんのかい。カウンターか。そしたらスキル。スキルじゃない。アイテム。ジャスミン。スキル。リロード。スキル。どうしようかな。アイテムだな、ここは。ジョーマサイ行く。いや、まあ、いいだろう。スキル。M ギフト行っとくか。ちょっと待った。じゃあ、どうしようかな。アイテム。二鉄おにぎり。スキル。でも防御力上げときてえな。プロテクトメディシン行っとくか。よいしょで。あれで。よいしょで。よし、行くぜ行くぜ。ちょっと待った、アイテムを。そうか、このターンで回復できればいいから。魔剤。攻撃、スキル。あぶね。なんかフラフラフラダンスを選んでしまいそうになるわ。ラブストライク。なんか。あ、そうか。じゃあ、ちょっと待って。そっか。順番的に無理なのか。そしたら攻撃でいいわ。攻撃。あ、まあ、いいか。攻撃。スキル。飛べるブラスター。スキル。ラブストライク。スキル。ムーディフト。うわ、回復しちゃった。くそ。よし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 。まだ倒れんか。バチチの攻撃力が元に戻って、そりゃそうだろう。どうしようかな。攻撃、スキル、リロード。スキル、ラブストライク。スキル、M リフト使ったからプロテクト名神だな。あー、ディフェンスマックスか。そしたら、マックスなやつとマックスないやつがいるな。まあ、いいか。バイタルメディシンいっとくか。これは耐えられるから、あんまり危惧していない。二重攻撃食らっても大丈夫。もう切れた、ぶち切れた。笑って前が見えねえ。リンゴジュース飲みます。いいですね。攻撃、スキル、ダブルブラスター、スキル。あ、スキル値がない。そしたら、通常、ここはまた、回復だ。アイテム、どれ行こうかな。いや、上出来。ミストの鉄おにぎりでいい。いや、スキル。M リフト。M リフトでいい。よかった、回復選んどいて。ああ、まだ倒せん。強いな。ちょっとごめんなさい。動画長くなります。ごめんなさい。スキル、攻撃、何が足りん？攻撃力が足り、圧倒的に足りてないんだけど、スキル、飛べるブラスター、連チャンでやってもあんまり意味がないな。まあ、いっか、リロード挟むか。でもリロード挟んだとこだな。リロード。今、
もう一旦は生きれるか大丈夫。スキル、そしたら、ラブマシン、ラブマシンがでもあんま効かんかったな、さっき。ラブストレート、スキル。これで刺してえな、こいつちょっと。ミス。集中してみんな。刺激の回収率が下がった。スキル。アイテム。この歌、ここで回復だな。上出来に鉄おにぎり。スキル、食べるブラスター。スキル。ラブストライク。スキル。M リフト行く。こっちの方がいいか。まだいけるか。とりあえずこれで。よし、しばらく戦います。危ない。銃、ダメだ、全然効いてない。おぉ、倒せた。危ない。ベンエンジンいらねえ、ベンエンジン。これつければ、攻撃力上げられるな。マイナス分補える。なんか見たぞ、この画面。ベンチ。ぐわー。敗者確定。たく、怪我人に面倒なことさせやがる。お前たち、この間でさらに強くなる。アットルメダル攻撃力何段階強化したと思ってんだ。あいつのお使いのおかげで着々と力をつけてきたな。これで強くなってしまっていいのだろう。いや、いいと思うよ。じゃあな、便器人、全身便器人間、さっさと次行こうぜ。待て。次に会った時は絶対にお前らに勝ってみせる。覚悟しておけよ。それと、まだ何か。急げよ。急げよ。あの計画が始動すれば、お前たちは、すべてを、失う。そうなる前に、あの方を、やつを止めるんだ。ご丁寧に。私はただのバイトだ。やつの思想に賛同していたわけではない。金をもらえる仕事だったが、奴の計画には最初から反対だった。今日の仕事が終わったら、そのまま辞めるつもりだったのだ。その割にあの時は、間違えた。その時にその割にあの時はノリノリで私たちを遺跡ごと葬りなの、確かに。知ったじゃない、マジか。それはあんな感じの役を演じるのが仕事だったからだ。現にお前たちはここまで来れただろう。わかったから、さっさと行け、手遅れになる前に。間違えた。分かったらさっさと行け、手遅れになる前に。言われなくても行くって。ついに会うまで絶対くたばない。いやー、優しい。優しい。賢者まだね、射程に入れた。ない。なんか、ここだって妙に画質がいい。あ、みんな揃ってる。そんなことがあったのか、加勢してやらなくてすまなかった。合流自体が想定外だったからな、結果的に戦場問題の石は手に入ったしな。となると残りは総本山のペンダントのレシピのみということか。だな、感謝する。総本山やばいことになっちゃう。ふざけんなことだ、このレシピを使うと指示も兼ねていたんだろう。総本山だからといって何事もなく手に入ると思うね。どういう件だ。まあ今すぐ向かうなら俺は従う。それに総本山の復興は私たちが留守の間、七村の人たちが受け合ってくれているバチ。復興も進んでいるはずバチ。あ、そうなんだ。総本山の場所を覚えているバチか。アタルメトロ七村の姿の間、準備ができ次第向かうぞ。続け。はい。というわけでいかがだったでしょうか。ちょっとごめんなさい。パートが、おまる、便器のおまるみたいなのを倒すのにちょっと手こずってしまって、私としたことが、圧倒的攻撃力を持ってということをしたんですけど、まあ、ちょっとうまくいかず。
なかなかね、という感じだったんですけども、またね、この後も続けてやっていきます。ちょっとこのパート長くなってしまい申し訳ありませんでした。おそらく次回ぐらいはやっとそうか、そのためにはもうちょっと進めとかなきゃいけないんだ。ごめんなさい。うわー、イケメン。バチキンの才能を開花したバチキンスチルショコラパニッシャーを。この辺女の子だな。お月の才能を開花したお月のスチルテクノリバイブを習得可能になった。かっこいいな。コウリトラの才能を開花したスチルゼーピンドボンなんだ ジャックヘブンズヒール。カジュアルでブリがさらに強化できるなんていいね。敗者確定。はい、ということでね、ちょっとここでセーブしておきます。今の見とかないと、おそらくそろそろコメント返しのパートになるのではないかと思いますので、どちらにしろ、なんだっけ、なんだ、あれは、あれです、あれ。あれをしないといけない、あれをこうして、ああしないといけないので、ちょっと忘れてしまったんですけど、何を落としたっけ。コメントが、あ、そう、レベリングをして、そう、スキルを解放するのに多分いるんですよ、経験値が。で、レベラーでだいぶ使っちゃったんで、あんまりないね。バチキンが5万とかいるんで、確か。あ、全然いらんかったわ。あ、いや、これをちょっと、フェイトリジェクションを解放したいんで、ちょっとまあ、その感じで、まあ、7万ぐらい EXP 貯めないといけないんで、ちょっとそういうことをしてから次のところに臨んでいけたら、万全のね、体制で、総本山は、もしかしたら、すごいことになってるかもしれない。しばらく行ってないんで。この辺もね、順次解放できたらいいかなと思ってます。というわけでね、ワクワクするって、これ解放してほしいっていう声いっぱいありましたね。はい、まあね、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。お相手はライデンでした。いやー、面白いな、このゲーム、本当に。早く次がやりたいぜ。まあ、てなわけでね、続けてやっていきます。ちょっとパートナーが来てしまいすみませんでした。またね、なるべく20分ぐらいに収めようかなと思いましたので、よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。お会いいたいライデンでした。 See you。 またねー。